皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のアリスです。ゴローザです。本日は久しぶりのホイホー、KR マスターのカステラ氏に、おすすめを聞いたら国民党の左派か、ウクライナあたりが更新が来て、面白いとのことだったので、とりあえずやりやすそうな欧州、ウクライナを選択。KR のウクライナって、昔から結構国力あって強いんですよね。逆にバニラですとソ連、およびポーランドの一部ですので、人口はそこそこいますが、バランスの問題か工業力が、そこまである地域ではなかったと思いますね。せいぜいキエフが建設に適してる土地で、独ソ戦的にも、ポーランドの対ソ戦的にもこの辺は建てにくいのは事実。こちらでも、初期の工業力は15とすこぶる低くはないが、高すぎることもない国、バニラでいうとポルトガルくらいだけども、どうやら KR 世界では、その豊かな国土から、ドイツの傀儡国装地帯として、それなりには儲かってそう。とりあえず、しばらくぶりにホイホーやってなかったから、リハビリ込みで、あまり史実っぽい動きは取らずに、無難にドイツの傀儡として、ドイツ陣営の勝利を目指してみよう。そういえば、なんでここのところホイホーやってなかったんです？アリスさん、信長が PK で思いのほか伸びたからに決まってるじゃないですか。本当は伸びるかどうかもわからなかったのに、インフレ状況が続きに続いて、一月程度で辞めるはずが、2ヶ月も持ってしまったという話なのである。まあ注力したおかげで、7月はだいぶ稼げたし、8月はだいぶ楽だったけど、とうとう9月になって作り飽きたほかいい加減やらせろ病が起き、耐えられずホイホーやってるということよ。過去交互にやりすぎて、このチャンネル痛い目を見てますからね。注力できるときは注力するのが安定的おすすめ数がある程度均一。なので、運営上仕方ないところはあったわけだが、話をウクライナに戻して、ウクライナの軍の力としては、陸軍は22個師団、海軍は KR 自体が軍縮条約の流れがない世界だったので、規模が大きめなのは理解してるが、ウクライナも戦艦1隻を保有する国家。バニラのソビエトの国海艦隊くらいの力は普通にあるわけですね。とりあえず石油もそれなりにはある国なため、海軍の演習は回しとして、何やらオデッサの造船所で、ストライキが発生。他にも、明らかに今後のイデオロギーに関わりそうな、イベントがこの後もちょくちょく出てくるわけなんですが、一部 KR の不便なところは、このイデオロギー選択が、どれを取ればどの方向性に行くのかがわかりづらい、というのはありますね。単純に極左から極右まで、イデオロギーが10段階に分かれ、その時点でわかりにくさが増していますが、ウクライナのような微妙な立地、つまり、そのままドイツにもつけますし、ロシアにもつこうと思えばつける。国はイデオロギーの幅が、どうしても広くなりがちですから、同じ KR のフランスのように、単純な構造で作れないのでしょう。僕は KR のフランスの NF は大好きだぞ。4ルートあるうち全てが左派であるのだけども、左派の中から選ぶ上に、ドイツと戦うのは宿命で、初めてやるのにこれ以上ぴったりな国はない。対してウクライナ、少なくとも前のバージョンのイメージだけども、基本的にはドイツの味方で、ロシアと対抗するのが、通常のルート。だけども、たまにドイツから抜け、時に左派に偏り、同じく左に寄ったロシアと共にドイツをボコボコにする、なんてケースがあった国だ。つまり、新ドイツか反ドイツかで、敵がドイツかロシアと変わっても来ると。正直どっちとも戦わず、豊かな国土で内政させてほしいが、現在進行形、お隣が蛮族国家だから、軍備拡大を怠るわけにはいかない。ということで、ドイツにしてもロシアにしても、敵は最低100個師団規模での投入をしてくると考えて、第一は陸軍の増強がなければ即死である国家だと考えたヘルニア、言わずもがなのんびり民主なんか立ててられるかと、軍需から立てるが、高齢のドイツン、ブラックマンデーで、言わずもがなドイツ影響が経済的に深いウクライナは、かなりの痛手を食らうことに。やはり新ドイツは、経済の立て直しからスタートとなりますね。ブラックマンデーを軸にした、経済復興の目標は、ゲーム的にもわかりやすくて、助かるのですが、アメリカみたいに回線が遅いわけではないため、復興して、ちょっとだけいい感じの内政をしたらすぐ戦争というのが、ドイツはまだ工業力があるのでいいのですが、中小国としては、やや辛い展開。会長さん、プレイングで取り戻してくださいね。リハビリで初めてやる人に投げる言葉じゃないと思うが、経済が粉みじんとなったので、立て直すための救済法案、これを通さないといけないんだけど、KR ウクライナはかなりの多党制で与党を形成しており、円グラフで言うと、オレンジから灰色の4党と少数の無所属議員で、形成しているようだ。与党内で意見を一致させるだけでも一苦労ということですね。ただ急いで対応しないといけない問題ですので、早めに対策を打たなければ、経済の早期復活は難しいです。少なくとも、5つあるうちの4グループが賛成に回らなければ、より権威主義的なイデオロギーに偏るという重要イベントのようですね。で、その手の指示を得るにはこの左上のミニツリーを、期間中に進めていく必要があると。今回はドイツに心中したままの、KR 史実という動きをしたいので、とりあえず与党間の調整に全力を傾ける方向で、重点的にこのツリーを進めていくことになる。具体的には、金本位制度の限界から見直しをしたり、国内、あるいはドイツ系企業のどちらかを支援したり、輸出のための補助金を出したりして、国内最優先的な動きで、経済を立て直しにかかっている。おかげで概ね賛成に傾いてくれてるようですね。しかし会長さん、ウクライナの工業地帯でストライキが起きたり、おかげで農作物の輸出が停滞と、えらい追加の被害が。社会主義者め、粉みじんにしてくれる。まあ、何はともあれ、救済法案はなんとか可決。完全回復には1年程度かかりそうだけど、急降下した経済はかなりの立て直しができたようだ。しかしですね会長さん、与党間での調整が遅かったこともありましてか、
ストライキはとうとう虐殺事件を起こすまで発展しています。さらにウクライナ西部中心に政府の事実上管理下にないような革命ムードが高まってきており、これは一般的な左派的な集団だけでなく軍隊にも広がってきており、どうやら内戦やクーデターに向かうかもしれないような展開。ここでプレイヤーはこの革命を叩き潰す現与党側新ドイツ的な路線を継続するか、それとも革命に乗りその路線を転換してしまうかの、どちらかを選ぶ必要があります。当然革命など許さない、このまま中道右派政権を維持するのだ。分水嶺といえるこの選択を終えますと、左下のツリーが解放、左は選ばなかった革命系のルートのようですが、とりあえず政府側がやることとしては内戦が始まる前に未然に防ぎ混乱を起こさないのが国として当たり前のお仕事。よし、にわちゃん粛清タイムだ。僕を闇のお仕事専門員にしないでくださいよ。具体的には大反乱用に軍などの準備をするのは当然ですが、中心となっている反社会主義者のキャンペーンを行ったり、忠実な将校を昇格させて分断気味の軍隊をこちらに留めておくといった対策を行わなければ負けてしまいます。なるほど、先にウクライナ西部はすでに管理下にないと言いましたが、その管理下にない場所は非武装地帯として表現されており、これが事実上革命勢力の基盤とする時とも言えると。時間とともに増えていきますからね、なんとかこれを抑えていかないと。ディシジョン、イベント、国家方針を駆使して革命勢力の影響を抑え防ごうとしますが、 NF は最大で5つまでしか取れないため、奥に取りたいものがあれば不要なもの、切り捨てるものを選ばなければなりません。国内の治安ばかりに目を向けるのが政治じゃないですからね。ひとまず国家方針は軍関係のツリーを適当に進めるとしまして、ついに反乱を叩き潰すイベント、ディシジョンが発生し、おそらく内戦と思われるものを抑え込むのももう一息です。この非武装地帯になっていった場所に指揮力を投入すればいいというシステムだね。わかりやすい。選挙も持ちこたえることができたようで、それにより NF も達成、進行、経済動揺、完全に戻すにはもう少し時間が必要なものの、これでブラックマンデーから発生した経済問題と国内の分断問題が一定の解決で収まったと、内政や軍事にここからは注力ができそうだよ。まずは工業力の拡大と陸軍を中心とした軍の拡大ですね。世界大戦の開始時期はこちらも同じくらいですから、急いで整備していきませんと、敵と決まったロシアに踏み潰されないように頑張りませんとね。さてゲーム的には工業力と軍事力という経済と軍の拡大が必須という分かりやすい目標があるわけだけど、それとは別に国内のさらなる安定化、さらには国力強化といっても農業と工業などに細分化されており、細かくディシジョンが用意されている。例えばですが、ここからはこの手のイデオロギーの変化、特に与党の支持を伸ばしてより安定的な支持を目指すといったことが可能になっています。当たり前ですが、先ほどの救済法案で体験したように、いくつもの党で連立を組むと決定に時間がかかりすぎたりと、バラバラすぎることが国家としての成長等を妨げる可能性も。ゲーム的にも支持与党第一党の支持が高いほど政治力の獲得量が増えるなど、基本的には良い面がほとんどですので、こちらの円グラフの灰色の政党ですね、これをできるだけ増やして安定的な政権に近づけたいですね。なお今のところ 33%、 選挙自体が少数政党に比較的有利な比例代表制とかに重きがあるのか、 KR ではそれこそお隣のポーランドなどかなりの多党制な国もいくつかあるとなると、ウクライナは過半数程度を取るだけでも一苦労かもと。それとは別なんですが、 KR 世界では黄斑が民族ごとにバラバラで、ハンガリーがよく黄斑諸国からボコボコにされることはあるわけなんですが、ここでなんとチェコがオーストリアに宣戦布告してしまいまして、オーストリアがタコ殴りにされるだけでなくてですね、オーストリア傀儡国が次々に本来的の可能性が高いセルビア、これの陣営に加盟しまして、オーストリアは絶望的なくらい現状ボコられている模様。これは新ドイツを決めたウクライナからしても非常に悪いニュースですね。第一次世界大戦でドイツ、オーストリアは協力してこの世界で勝利してるわけですが、まずドイツ、オーストリアというのは民族的に近いのもありますが、地理的に争うデメリットが大きい関係であり、手を組むことでフランスやロシアなどに対抗できる体制を作ったと。欧州の真ん中にある独王が争ったら、他の国は好奇とばかりに介入されやすいからね。真ん中にいる者同士、怒られやすいターゲットといった共通点でも言おうか。その流れは KR でも同様であり、結論、オーストリアはまずドイツの味方であるわけなんですが、その黄斑がこう、粉みじんになってしまいますと、ドイツ陣営の軍事的パワーが実質起きてしまった。つまり対ロシアでもウクライナは不利であるということですね。オーストリア、あとブルガリアも順調にボコボコにされる中、代わりに力をつけてきているのが、セルビア、ルーマニアを軸とする、いわゆる KR 世界での先の大戦の負け組となる小国。セルビアに至っては、バニラのユーゴスラビアに匹敵する領土を取り戻してしまいそうですし、ルーマニアも同様で、逆に新ドイツ的なブルガリアも戦力としてはダウンです。ブルガリアはボコられる流れなのでともかくとして、オーストリアが大国として機能しなくなったのはかなり痛いですね。とうとうオーストリアの影響下にあったイタリアにまで宣戦布告されて、オーストリアは完全に機能を失いそうだけれども、こうなったらもうウクライナがオーストリアほどは無理でも、工業力と軍事力を伸ばすしかなくなってきてしまった。幸いにしてウクライナには国を大国に迫る工業国にするための工業化ディシジョンが相当本格的に用意されており、自力で立てるのではなくディシジョンを使って急速な工業化を達成しなければ次の大戦は耐えきれない。ただし政治力を多く使いますので、場合によってはドイツからの借金で資金を確保する手段もありかなと。
条件がいろいろとあるみたいですが、10個以上の工場追加、資源開発など、様々な工業化技基準が用意、内政好きな人も、ウクライナは楽しめるかもしれません。さて、ウィーン周辺まで押されに押されたオーストリアは、小ハンガリー領土のみを持ったオーストリアと、実質中堅国制度、にまで落ちぶれてしまう悲しい状況に。その後、オーストリアは無政府状態にまでなってしまいまして、状況を重く見たドイツが、オーストリアからさらに分離した、ハンガリーを陣営に迎えたのはまだ良かったことに加え、ポーランド南部、クラクフを首都にしたガリツィアが解体されまして、領土は多くをポーランドが併合。人材のいくらかはウクライナにも入り、帝国協定は中央半地域の勢力取り込みを大部分は行いました。JR 世界でオーストリアがアンシュルスされてるのを、ツイッター上で見たことはあったけども、まさかいきなりそれを見ることになるとは。同時期、ブルガリアとの戦いも終了。これにより、スラブ系のセルビアが早くも完全なユーゴスラビアとなり、ルーマニアも含め、ウクライナからしたらかなりのピンチ。早速請求領土奪還を目標としたセルビア陣営は解体され、出始めにスラブ系のユーゴとギリシャは早々にロシアへ加盟。現時点でルーマニアが入ってないだけマシですが、ドイツからしたら余計な戦線が増え、まさかの三正面となる事態に。イタリア、スペイン、北欧、オスマンあたりと味方を増やしていきたいですね。後半が完全に解体されてしまう悲しい状況なところですが、ウクライナ前半パートはここまで。次回は準備をより本格化させて、戦いに挑んでいきますよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。